はい、どうもみなさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回もウィニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回もマラドーナガチャ引いていくということで、10連ね。ここ2回目からは10連と。やっていくぞ言った感じで、まあね。ロマニアガチャ1回残ってんだけど、お前。まあ60連とりあえず回そうかなというか、なるほど。60連回してこなかったら、ちょっと追加して回していくる。いけいけ。10連ね、ちょっとお前、この雪の中、お前 PSO カード。PS カードじゃないか、PSN PSN じゃなくて、アップルアストラカードか、ストラカードか買いに行ってやべえよ、お前行きます道聞こえたシャンシャンか、まあ、クリバリ来ればいいから、そう、クリバリが来ればいいんだよ、10連で来い、いや、来てね、ラメラメルカドね、プラット、サルビオ、アルゼンチンスカットまで作れないからな、まあね、ちょっと大変なんだよね、アルゼンチンスカットまで保有できないけどね、もうメルカド、新しい選手ですか、これを見ていく30、まあ、マイメロさんはねすごかったけどね、アルゼンチン、こういった選手を全部6突してるわけだからね、 すごいよな、すごい、まあ、この辺はちょっとトレーナーにして、マラドーナが来ればねこの辺の選手を食わしていきたい、全部一気に、ああそうだね、そう、マラドーナ早めに来ればそういうこともできると、そう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 、いった感じですね、マラドーナはまあ来たらもうほんと次の動画で速攻レベル30全部使って、おいちょっと待って、まだロマリオ使ってねえぞ、お前ちょっとロマーリオ使ってねえんだよ、まだロマーリオ使う動画出さねえと、まずロマーリオ忘れてた、ロマーリオも多分強いと思うんだよ、俺的には強いと思うよ、普通に、何なんかコンディション安定度が要は5だからでしょ、5なんだけど、でもあの振り幅があるじゃん、まあそうだね、だから PSO の人の考えとかだとコンディション安定度が5とかでの方が要は絶好調、絶不調になるけど絶好調にもなりやすいみたいな、まあでもそれライブアップで前提のあれだからね、でもロマリオライブアップって全く関係、まあそうなんだよね、だから他の選手がってこと、そうそうそう、まあ、全体にね、そこら辺ちょっと難しいところで、シャンユーとまた、あっシャンユーで黒だ、まずい、シャンユーで黒やん、シャンユーで黒はまずい、あディマリアね、まだいるぞ、75、次だ、次次次落ちんね、ロドリゲス、アラン、アラン書いてあったね、2体目スコッコもいた、まあディマリアはこっちにしよう、新しいね、そうだね、いやここで黒来ちゃったか、いやまあどうなのこれ、いやまあしゃあないね、まあしゃあないって感じだよね、出てくれる、言うてまあ関係ないだろ、出るしっかり、うん、出る出る、お兄ちゃんそれは出る、だってあれで20連で1回髪が来てるもん、まあそうか、結構緩いよそうかな、うん、トンネル、さあ、ディマリアは17の方持ってるんで、ちょっと抱えて、これトレーナーがちょっとパンパンなんで、一回誰かに食わせようかなと。なるほど。まあ、60連なんでね、今回はとりあえず。いやー、ちょっと待って。緊張。まあ、一回の海パンパンやん、2000円。ビーチ言うたらいいんでしょ、要は。そう。夜だからちょっと静かに。あっシャンシャンか。シャンプーでもクリバリ欲しいんで、マジで。クリバリだけ来い、いや、76、次。バネが、うわー、75本だけ来てるけど、この辺こういうことだね、ノリートも来てる、トムヒートン、はい、ミルトンカスカも兄弟で、バネが来いよ、バネが、バネがどうする、バネが一応見るか、アルゼンチン、このバネが、そのバネがじゃない、あ、まあ、はい、まあ全員取れないですね、アレハンドロ・ゴメスとかもまあ結構強かったりもするんだけど、まあ、ああいうなんか能力値の選手って他にもいるからね、うん、まあいいかなっていう感じかな、マラドーナもそうなんだけど、クリバリも欲しいんだよな、マジで同じぐらい、うん、本当に同じぐらい欲しい、1体でもいいから本当に連れてきたい、まあクリバリがやっぱりどうせなら引くときに何体かこう来て、それは超嬉しい、ね、ジュースの時もそうだったけど、うん、ただ G5 ぐらいもっつれて欲しくないんだよね、実はそれはない、そこまでやめてほしいんだよね、その前に来てほしい、ただマラドーナと何なら一緒に来てほしいんだよ、だ、ね、マラドーナ来てクリバリ来なかったらうーんって感じだよね、それはそう、確かに、うん、これで取っときたいよね、いやーくぅ、いきます、はい、頼むぜ、ジュンシュン、あーちょっと待って、なんで雷落ちない、しかもこれはね、いやアグエロなんですね、そして、74のもないと、まあ、あ、75でも75、あ、関係ないんだね、関係ない、74か75のアップするのもあるんだ、総合順に並んでないんだ、まあ、全員取れないですな、いやー、黒来ちゃってる、アグエロ来てるけどね、あ、黒来ちゃってる、アグエロね、コンディション出たらゲロ低いんだよ、4だっけ、うん、
本当に強いんだけどね。だからライブアップデートがあればめちゃめちゃ強い、普通に。トレーナー？トレーナーですね。もう持ってるんか。これもう2つ目かな、これで。なるほど、うん。使えないんだよね。でもアゲルとかもさ、だからね、ライブアップデートがあって絶好調だったらさ、うん、使ったりもできるんだけど、結局コンディションアンデート見ちゃうから、アプリは。まあそうだな。それが左右して、やっぱりね、そういう選手が使えてこないんだよね。まあ、ナチョとかもそうだよね、代表的な選手で言えば。うん、ナチョ、バラン。金で言えばそうかな、サディオ・マネとかもそうだし、ね。マノラスとかも、5でも普通にライブアップデート入ったらもう真っ先に黒より使うからね。てかどうなんだよね、2019だったらここら辺、まあ黒になるっていう可能性もあるのかな。マナラスとかが、うん、まあどうなんだろう、ね、なんかしんだけどなかなかなんないから、ね、なんないよね。だからアーベスも結局、アーベスどうなんだ、なんのかな。あと1回ずつ、そうだね。いやということで、ちょっとセーブ、黒ちょくちょく来てんな。そうだね。さあ、ということであと残り20連かな。いやこれかなり緊張するよ。まあ一回黒が来たって別にあれがあるわけだから、ビーチ言わして、はい、シャンか、シャン、え、ずれるじゃん、これずれる、黒だ、え、ちょっと黒玉祭りやってんな、これチコと同じ匂いがするんだけど、これちゃん、これ怖いな、 GK な、え、でもクリーバー行きそうだこれ、うん、え、おい、こねえよ、あー、ジョンストーズ、ストーンズお前、こういうところで、ジョンストーズ来たよ、あいあいあいカルディも結構もうレイナも来てる、50レベルぐらいになっちゃうよ、黒来すぎだって、やばいね、やばいよ、そういうの求めてないから、ストーンズ来ちゃって、マンシースカットに入ってきちゃうよ、ね、いやーやばい、ちょっと黒玉マスになっちゃってる、そこが怖いね、これジーコと同じ流れだよ、え、そうか、ジーコも黒玉祭り一回あったもん、でもビーチみたいな、ここででも俺ビーチ出すけどな、俺は頼みます、ライ怖いな、これあい、あ、シャンヤ、まあそうだよ、シャンヤ言うたー、何気にクリバリホーム来てねえんだけど、マジで来てない、いやマジで、いやなんなの、あと2回いくか、80連なっちゃうよお前、80連だな、プレゼン取れない、あともう1回ずつ引こう、なんかあともう1回ずつは来そうな感じがする、マジで、うん、だってクリバリホームも来てないよ、確かに、ちょっとこれ黒が来すぎたな、これはちょっと黒来すぎたね、うん、ダモンテって感じ、だからロマーニュみたいな感じでいいのよ、もう金と黒みたいな感じではっきりしてもらっていいのよ、いや、まあ金とライね、そう、全員顔といかちゃう、いやでもな、かなり今回初っ端で来たんだよな、メッシ、要は雷のメッシが、そうだね、あと2回ずつだよな、結局かよ、うん、さあ、まあ、黒が来たらここで終わりだな、ちょっと、そうだね、うん、黒が来たらもうこれ以上さすがにないから、ジャーンがなったらもうジャンジャーンみたいな、シャーン、クリバリが来て、これクリバリが来ればね、もうチャルみたいなのがあるから、あー、一体一体ミリク、これはちょっとあるんじゃない、逆に、逆にありそう、渋いバカだ、すげえ緩めやん、心、なんでもいいんだよ、口実ならなんでもいい、それがジャンキーだから、それが口実ならなんでもいいんだ、それ、それジャンキーよ、すげえじゃん、ジャンキー、出りゃ出りゃ出るかもしんねえ、しみりゃしみりゃで、もう次期待できるもうジャンキーやから、もう何でも肯定的な意見にしてしまうっていうのが騙されちゃう人に、うん、騙されすぎわ、金使うだけの、あれが、理由が欲しいだけだからやめてよ、ちょっとそういうこと言うの、取ってつけたような理由があれば、引いちゃうからも解説すなよ、それがジャンキーもう一生止められないもうなんか薬はダメ、入院せな、入院せなんか、入院せな、注射したんだから、うん、アプリから切り離すことそれしかない鳴らせ、あっ、シャーン、シャーン言うた、逆にでも、いや、ちょ、待てよ、お前、これはさすがに来すぎた、おっ、カリドゥ、流れ来てんじゃん、カリドゥ、いや、来た、2体目のカリドゥ、あれ、うわ、ゴンサロ、ダニオスか、シモンケア、シモンケア、シモンケアだけは強いんじゃないかな、すごく思います、そういや、いやー、来た、1体目、いやー、よかったよかったよかった、これで確保できたね、まあとりあえず、うん、
まあ、とりあえず、まあ、とりあえずだ、ね、ここでやめとこう、うん、まあ、真のジャンキーになっちゃいけない。そう、スティーブ・エンジェルソン結構強いぞ。これね、どうかなと思ってんだけど、コンディションでどうか。強い、結構まあまあやれるんだよね。6だ6か、まあ、ちょっと能力しっかったなみたいな。どうする、いらないな、トレーナーで、はい、トレーナー結構強いんだけどね。まあ、これよ、日本の戦う男、うん、クリバリー来た、やっとエージェントさんゲットできた。マジ全でもいいか。このね、スピード瞬発もこのデカさでこれだけあるんだよ。めっちゃデカいやつだこいつ。いや、やばい、まだ26か。ボディバラも89で、もうこんなやつに日本選手どうする。岡崎大丈夫か。いや、もう世界の岡崎だな。やってくれ岡崎。ゴンサロは、まあ、いいね。で、ダニーローズ結構足早いんじゃなかったっけな、ちょっと見てくれ。いやー、まあクリバリ、まあクリバリゲットできたら非常にでかいからね、いいんだけど、早いでしょ結構。そこまでだね。そこまでなんだ。うん、4だし、ないね。じゃあトレーナーでね。あとシモンキア最後見て。シモンキア見んの。うん、シモンキアって確か結構まあまあやると思うんだよね。どう、そう、デンマーク、うん、結構強いんじゃない。もうらまあまあだよね。あ、うん、悪くない悪くない。まあ6で、まあでもまあいいか、トレーナーに。はい、OK、 全トレーナーに。いやー、でもまあ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 、なんとか60連80連したっけ。80連まあ、クリバリ来たから、うん、まあでも本当良かったよ。だってこれでまあマラドーナ先に来て、クリバリだけゲットできなかったら、うーんってなるし、まあ、クリバリゲットできて、マラドーナっていう方が、うん、まだね、口実的には、ね。そう、まだいいんで、うん。無理やり解釈すればよ。うん、まあ、ちょっとジーコと同じ匂いがする気もしなくはないんだよ、ね。いやー、そこまでじゃないだろう。もうだって、ジーコの時はあんな偉い早く来なかったよ。まあ、そうか。ノーライだったよ。で、結構、あと、だから1回メッシが来る確率あると思ってるけど、俺は。そうなんだ、ね。だけど、あと2回だから、まあまあ言うて、いけるんじゃないのとは思ってるけれども。うん、まあ、ということでですね、まあ合わせて今これで100連と。はい。いった感じで、確かロマーリオもこの100連の後に来たよね。確か100連後して、200連は確かしてないと思うんだよ、ロマーリオガチャの方も。うん、してないと思う。なんで、200連はね、行かないでなんとかね、マラドーナの方をゲットできれば、まあいいかなといった感じで、ね。せやな。うん、まあ2体目のメッシはもう本当来ないでほしいんだけど。まあ、まあでもまあ、そうだね。うん、でも俺も1回ぐらいメッシもう1回挟むと思う、持ってるから。まあそうだね。うん、まあ、特にもかくに、まあまずね、ちょっとまあロマーリオの動画も上げれてないんで、ロマーリオの適性とか上げたりとかして、うん、またちょっとあの、コイン入れて、あの、マラドーナの方はね、うん、1でもゲットして、使っていければいいかなと思います。はい、ということで、また次回の動画をさらば。